はい、皆さん、ポンズです。はい、ポンズです。よいしょ、ズーポン。ズーポン。はい、大きくなりました。大きくなりましたね。はい、今日でこれ生後何日目になるんですかね。35か6日目ですね。うん、6月7日誕生日で、もう12歳で、はい、ただ皆さん、僕おしっこした、はい、一番最初聞いてたのは、大体1ヶ月ごとに1キロずつ増えてくって聞いてたんですよ。うんうんうん、まだ1ヶ月5日6日ぐらいですよ。うん、今朝測った体重なんと 1716g ありました。めっちゃ成長してますね。はい、びっくりします。あれ1ヶ月でも 1.7 1.7 ですよ。すごいですね。はい、どこまで大きくなっちゃうんですか。本番の時よりも全然大きくなるペースが早いっていうことですね。そうですね、本場でもその1キロ超えてから2キロ行くまでは結構早かったんですけど、やっぱりその1ヶ月近くはまあ1キロぐらいをこう前後しとったんで、本場と比べてもだいぶ早いですね。おー、あくびした。なんかこうやって見ると首長いですね。はい、首がすごい長い。こんなに首長いんですね。はい、あくびした。貴重なあくびも見れました。はい、はじめはなんかこの一色の毛で全身を覆われてたんですけど、なんかこのだんだんとこのお腹の羽がこう背中とお腹とこう区別されていった感じがします。確かに、うんうんうん、ちょっとじゃあ人工芝を、ね、出してみようと思います。おお、よいしょ。もうね、足もだいぶ、ね、もうこれ入りきらなさそうな。はい、よいしょ。おお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 、はい、見てください、この立派な足。よいしょ、はい。うわ、もうペンギンの足してますね。はい、やっぱり本場での時も感じたんですけど、ペンギンさんの成長が部位によって多分違って、一番最初なんかこの体っていうんですかね、うん、体とが一番最初に大きくなって、まあ、栄養を蓄えるためですね。うん、その後に頭と足が同時に大きくなっていく感じですかね。なるほど、はい、で最後にフリッパーと。フリッパー前まで小さかったんですけど、まあこんな立派になって、うん、ではまだちょっとテロンテロンですね。テロンテロンですか。はい、いやー、すくすくと大きくなってる。はい、これはもう出てきてくれるのが楽しみですね。いや、本当ですね。まだ自分からはあまり出てこないですからね。はい、もうちょっとかかるそうですね。はい、ただ巣の中では元気に動き回ってるんで、下手すぎなんかちょろっと出てくるかもしれないですね。ちょろっと出てきたらまたそちらの動画の方に収めましょう。はい、そうしましょう。はい、それではポンズすくすく成長中でした。はい、おっとっとっと、どこ行く反応。よいしょ。はい、はい、では今後もポンズの成長を皆様温かい身のままにください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。